皆さんこんばんは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いします。この後ですね、6時までの約30分間、最後までぜひ付き合いいただければと思います。私は青森県の津軽地方に住んでおります。この青森県のお話をしたりですね、あとは自分のお話をしたりと、まあ、気ままにお届けしているラジオ番組になります。はい、2023年もですね、今日が最後の日ということで12月31日ですね、大晦日迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。もうね、毎年のように思いますけれども、本当にあっという間だったなぁと、なんか1年って早いなぁっていうのをですね、もう毎年同じこと言ってるんですけども、だんだん早くなっていくなんてね、こともよく聞きますけれども、若い時はね、なんかそんなこと一つも思ったことないんですけどね、やっぱりこう年を重ねてくるにつれて、あ、これって本当なんだなってやっぱ思いますよね。やっぱ年々早くなってる気がします、1年っていうこの時間の短さ。まあそれだけ充実していたっていうことをね、こういうふうにも言えるのかもしれないんですけど、いやー、なんかね、この年末のこの感じっていうのは結構好きなんですよね。11月の頭ぐらい、ちょっとハロウィンが終わった後ぐらいからこうちょっとクリスマス仕様になるじゃないですか。で、その11月ぐらいからそのクリスマスのこう年末感みたいなのが街に出始めてきて、イルミネーションがこうどんどん灯っていったり、で12月に入ってくるとなんかこういわゆる師走的な動きになってくるじゃないですか。年賀状とか、あとは、お歳暮とか、で忘年会とかで紅白歌合戦の、誰が出るかとか流行語大賞とか、なんかやっぱそういう風物詩的なことがかなりあるじゃないですかね。そういうのを見ていくと、あ、今年も終わっていくんだなっていう、同時にクリスマスもあるので、もうだんだん胸の高まりというかですね、街の盛り上がりにつれて自分の気持ちも盛り上がっていくっていう感じなんですよね。で25日のクリスマスが終わると、パタリとその次の日26日って一気にお正月な感じてるじゃないですか。街に門松が並んだり、あとはクリスマスのね、そういう装飾がバーンと外されて、なんかこうお正月の雰囲気のポップに変わってったりっていうね、なんかあの感じのせわしなさみたいなのも結構好きでしてですね、なんかこう12月の31日っていうのは、まあちょっと寂しさもあるんですけど、この高鳴りもあるっていうですね、そんなこう、いつもそんな感じの気持ちでね、迎えているんですけれども、はい、皆さんは今日という日をどんな感じでお迎えなられてますでしょうか。はい、この番組はですね、メッセージもお受けしております。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。この番組がですね、 YouTube ほか、サイマル放送、リスンラジオ、いろんな媒体でお聞きすることが聞くことができますのでですね、よろしければ、そちらの方もご覧になっていただければ嬉しいなというふうに思います。それでは、2023年最後のつながるラジオ始めてまいります。よろしくお願いします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、 Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。よろしくお願いします。さて、2023年最後のつながるラジオですね、12月31日大晦日です。
今日はですね、まあ大晦日ですから1年を振り返っていきたいなと、そんなふうに思っております。はい、今年2023年っていう1年はですね、自分の中ではテーマを実は決めてた1年でして、学び直し、お勉強する1年にしようと、なんかそんなふうにですね思って、迎えた新年でした。で、実はちょうど1年ぐらい前ですかね、から去年の12月から学び直し、お勉強ですね、ちょっと新たな知識をつけていくっていうことはもう実はスタートしていたんですけども、なんでそういう学び直しをしようかなと思ったかというとですね、ずっとこうサラリーマンをしていて会社員生活をしていると、どうしても日々の忙しさだとかですね、あとはその仕事にやっぱ付きっきりになってしまうことも結構多くて、なんか自分自身のこう知識とか視野を広げていくっていう活動がなかなかできなかったっていうふうに思ってたんですよね。ですので、やっぱりいつかちょっと腰を据えてお勉強するっていう時間を人生の中で設けていきたいなというふうに思っていて、本当だったらこうお仕事もね、サラリーマンをしながらでもやってる方もたくさんいらっしゃるんですけど、私はなかなかそういうことがうまくできないくてですね、なのでちょっとこう腰を据えてやりたいなと思ってたんですよ。で、ちょうどその会社を辞めて、いわゆる個人事業主として、仕事をですね、動画の仕事をやったりパソコンを教えるっていうような仕事をこう今やっているんですけど、そうしていくと今まではこう会社がやってくれてたこと、例えば給料の計算、自分は一人だけなので給料計算はないですけど、例えば経費のね、そういう管理とか、売上の管理っていうのはやっぱ全部自分一人でやらなきゃいけないわけですよね。で、そういうことをちゃんと学びたいなと、会社だったら経理がやってくださってたことをちょっと自分がやらなきゃいけないので、まずそういうことを、お金のことをちゃんと勉強しようと、そういうふうに思いまして、簿記ですね、日商簿記検定、をまず取ろうと、で、3級2級1級ってあるんですけど、目標は3級まず取って2級までをちょっと取りに行きたいなというふうな思いでいたんですよね。で、簿記っていうものを大学の時になんかなんちゃってで一応会計学みたいなのは取ったんですけど、全く頭には残ってなくてですねもうすっかり忘れてしまってる状態から始めたので、ほぼほぼ初心者の状態で始まりました。そういう簿記をまず勉強するっていうことで、自分のビジネスの帳簿をちゃんとつけられるようになりたいと、で、これは今年の2月か、去年の12月から勉強し始めて今年の2月に、無事、3級ですけども取得することができてですね、で、ちょっと2級は残念ながら、勉強は一応したんですよ。中身はね、商業簿記と工業簿記ってあるんですけど、2つとも2級の範囲は全て漏れなく勉強はしたんですけど、ちょっと、この簿記疲れをしてしまいまして、仕分け疲れをしてしまいましてですね2級受験申し込みまでして受験日当日行けないっていう、そういうことになってしまったわけでして、2級は未だに未習得なんですけども、焦らずですね、この長い人生の中でどこかでちょっと取りに行こうとは思っております。まず簿記3級取れたのですごい良かったんですよね。やっぱ取って、実際に今12月でね、確定申告来年の2月から始まりますけれども、1年のですね経費精算とかもちょっと私始めてまして、やっぱそういった時に簿記やっぱ習っといてよかったなと、すごく思います。知っといてよかったって、全てね細かいところまでっていうのはなかなかわからないこと多いですけど、ざっくりわかってるだけでもやっぱすごく役に立つ、資格だなというふうに思いましたね。で、あとお金に関わる資格でいうと、もう一つ実は取ろうと決めていたものがあって、ファイナンシャルプランナーですね。ファイナンシャルプランナーね、巷でもよく人気でね、
皆さんこうチャレンジされてるっていうのは僕も聞いていて、宅建か FP かなんてことをよく言われてますけれども、宅建もちょっと考えたんですけどね、まあ、ちょっとまず、お金のこと周りをちゃんと固めようかなと思って FP をちょっと受験することにしました、うん、で、今年の5月か2023年の5月の試験に向けて、まあ、照準を合わせて、まあ、これも去年の12月からかな、まあ、同時並行的に簿記と一緒に、勉強し始めたと、うん、そんな感じですね、うん、で FP もですね、まあ、かなり、まあ、税理士さんとかそう会計士さんとか、まあ、宅建のねお持ちの皆さんとかに比べると、まあ、ちょっと知識的にはこう薄く広くっていう感じの資格にはなるんですけど、でもこう仕事で役立つっていうよりも自分自身がねこう生きていく上で、必ず通らなきゃいけないものっていろいろやっぱあるわけですよね。例えば税金を納めるもそうですし、あとまあ買う方は不動産をね買うとか、持ってる方は売却するとか、じゃあそのあと相続するとかもねそうだし、あと保険とかね、うん、あとちょうど、新しく始まりますけどね、新ニーサなんて言われる、まあ、金融資産運用なんてもねニーサだけじゃないですけど、まあ、投資信託株式、債券とかね、まあ、そういう金融の知識っていうのもですね、まあ、勉強するんですよ、うん、やっぱこうだからそういういろいろ勉強してですね、すごく細かいこともいろいろ勉強して、あやっぱ知らなかったこと非常に多かったですよね、うん、やっぱ知っといて損はないなと思う内容が非常に多かったんで、 FP はですね、まあ、もし考えられてる方いたら僕はお勧めしたいですね。仕事になんか役立つ役立たない別として普通に生きていく上で必要な知識たくさん得られますんで、うん、まあ、忘れちゃってもこう調べればね、今は Google でいくらでも調べられるので、うん、あと手元に、まあ、テキストが、ね、勉強した時にテキストがあるとそれをやっぱ見返す機会にもなったりしてますし、うん、いやそう非常にいいなと思ってますね。で FP の2級のは5月の試験で、これも無事取得することができまして、なんか2023でいうと2つ目の資格という感じになりましたかね、うん、はい。で、まあ、そこを勉強してちょうど5月の FP が終わると同時ぐらいですかねから、もう一個資格の取得の勉強を始めました、うん、その資格はキャリアコンサルタントっていうですね国家資格になるんですけど、でその資格を取りに行くことにしました、うん、キャリアコンサルタントってどんな資格かというと、まあ、本当に名前の通りで、まあ、お仕事に関する悩みとか、あとは、自分のキャリア、キャリアアップっていうんですかね、そういったことに悩んでたりとか、まあ、結構幅広いんですよ、うん、なのでその、まあ、お仕事に関する悩み全般を扱う、まあ、国家資格のキャリアコンサルタントと、うん、まあ、相談乗ったりですね、まあ、カウンセリングをしたりみたいなことが、まあ、業務の内容になってくるんですけど、うん、まあ、その仕事をですねちょっと本業とはちょっと遠いんですけど、やっぱり自分もいろいろ転職を何回かしてきている中で、やっぱこう自分のキャリアってものには非常に迷いもあったり悩んだりっていうことを繰り返してるんですよ。で、まあ、今もね、まあ、そのキャリアで言うとまだ悩んでるところは全然あって、でもまあそんなもんなんかなと多分どんな人でも悩んでるもんなんだろうなというふうにちょっと思ってまして、キャリアについてもちゃんと勉強もしていきたいというふうな思いで、これは学校にですね通ったんですよ、うん、でこのキャリアコンサルタントっていう資格を取るためには、まあ、養成講座っていうですね、まあ、約140時間ぐらいかな、この養成講座っていうものを受講しないと、まあ、まず試験を受ける資格も得られないという形になってるんですね。で普段からそういうお仕事の紹介とかで、ね、人材の会社さんとか、そういう転職のお仕事をされている、アドバイザーをされている、そういう普段から業務に携わっている方は、まあ、会社の、
承認っていうかですね、会社がちゃんと認めてくれたら受験することはできるんですけど、まあ、僕はそういう仕事に就いたことがないので、学校にまず通わなきゃいけない、っていうことから始まったんですよね。で、まあ、ちょうど3ヶ月くらいかな、5月の末から8月の頭ぐらいまで、その養成講座に通いましたので、3ヶ月間ですね、まあ、このなかなか密度が濃くてですね、結構舐めてかかってたとこあるんですけど、めちゃくちゃ課題もあってですね、レポートもめちゃくちゃ多くて、なかなかヒーヒー言いながらやってましたねすごいすごい大変だった甘くないなっていうふうに思いました。すごい勉強したんですよね、その講座の中ではですね。でプレゼンをしたりとかですね、そういうこともあったし、なんかこうあの ものを作ったり、アセスメントツールって言って呼んでますけど、あの、まあ、分析できるようなオリジナルのツールを作ってみましょうみたいな、そんな課題も出てですね、結構四苦八苦しながらなんとか養成講座も無事卒業することができたっていうですね、感じで、で良かったんですけど、そこで終わりじゃないんですよ。あのそこから、11月か8月に学校が終わって、11月にいわゆる資格の本試験を受けるということなのにしていたので、ちょうどその先月ですよね、11月に試験を受けたんですよね。でこの試験もですね、まあ、ざっくり3本立てくらいになってるんですよね。いわゆるこうマークシート形式の筆記試験が1つ目で、あとはまあ実技試験もが2階建てになっていて、1階があの論述試験って言ってですね、まあ、ちょっとこう小論文みたいなの、簡単な論文みたいなのを書くような、そんなイメージなんですけど、まあ、論述試験っていうのがあるのと、あとは実際にこうカウンセリングの実技試験もあるんですよね。これがだから2階の部分で、まあ、全部で3本立てみたいな試験になってまして、まあハードだなと思いながらですね、まあ、ちょっと頑張って11月受けました。で、12月のですね半ばぐらいに、まあ、結果が来て、ちょっとですねキャリアコンサルタント試験は、まあ、結果残念ながら、不合格だったんですよね。まあ、実はこう筆記試験とこの実技の部分っていうのは部分合格って、まあ、どちらかね、片方が基準クリアしてれば、部分合格って認めてくれるんですけど、僕の場合筆記がちょっと基準点に達してなくて、不合格で、実技の方は、まあ、論述試験面接試験ともに、まあ、合格ラインに行ってきたということで合格をいただくことができたので、あの次回もし受けるときは実技試験は免除ということになったんですけど、まあちょっとね、あの悔しい思いはしましたけれども、まあ、これも一ついい経験になったのかなと、ちょっと思ってます。まあ少しですね、日が空いてしまって8月で学校が終わって11月は約3ヶ月日が空いてしまったんですよね。その間、まあ、勉強できる時間がみっちりあったはずなんですけど、まあ、人間っていうのはちょっとやっぱだらけてしまうものでして勉強終わってすぐ受験だとこうパーンといくんですけどね、あのやっぱ3ヶ月空いちゃうとだらけてしまって、勉強が不足はですねちょっと否めなかったっていう感じなんで、まあよく面接試験だけでもクリアできたなというようなふうにちょっと思ってます。あの筆記試験はこれももし受かってまあ、まあちょっと合格したとしても使い物にならない知識になってた可能性が高いので、まあ、もう一回学べるチャンスをもらえたんだなと、そんな風にですねちょっと思ってます。はい、まあ、そんな感じで、私の1年間はこう学び直しをすると、まあ、勉強し直すという風な1年間にですねちょっと当ててきましたという感じになんですよね。はい、まあでもその学び直しだけじゃなくてですね、まあ、結構密度の濃い1年だったなと思ってます。他にもね、まあ、だから前半ざっくり6月8月ぐらいまでか、まあ、なんか学校通ったり勉強してるってことが多かったんですよ。でその8月過ぎて学校が終わってからは、ちょっとこう、まあ、自分の時間というか学校に通ってた時間がなくなったので、いろんなことにチャレンジできるなと思って、
そういうチャレンジもいろいろ、まあ、さ残りはね結構したんですよ。あのリンゴ農家でね、働かせてもらったり、あの僕ら青森県のね人間ですけど、あのよく聞かれるんですよね、あのリンゴのお話、あの他県の方からよく聞かれるんですけど、恥ずかしながらリンゴに関する知識ほとんど持っていなくて分かんなくて、自分が農家とかだったら分かるんでしょうけど、たまたま親戚含めて農家の方がちょっと周りにいらっしゃらなくて、あんまり分かってないんですよね、リンゴのこと。なのでリンゴのことをちゃんと知りに行こうというのと、農業って人手不足だとよく言われてまして、その辺のちょっとこう一助になればっていうね、そんなことも思いながら、行きました、働きにも行きました、まあ、それもすごくね、あの農家さんにも温かく迎え入れてくださり、やっぱ農業の現場の厳しさとか、やっぱ今の現状ということを知る機会にもなりましたし、やっぱ何よりこうリンゴっていうね、こう農作物ができていくためには、あ、これだけの努力が必要なんだなっていうこともね、あの本当にこう肌で染みるように体感できたっていうのは非常に大きかったですよね。まあ、その農業にチャレンジしたのもそうですし、10月からは、まあ、講演をいただいて、地元のですね国立大学で、あの非常勤講師をですねちょっとさせていただくことにもなりまして、地元の大学の学生さんに、ちょっと恥ずかしながら自分の知識をお裾分けするなんていうことを言うよりも、どっちかって学んでる方が大きいんですけど自分は学生さんにね、あの教えてもらうことのが多いというか、あの、まあ、立て付け上はね、こうこちらがこう非常勤講師なので、まあ、アドバイスするっていうふうな立て付けになってるんですけど、やっぱりいろいろ学生さんが考えて、まあ、あの事業計画をね、自分たちで組んで、仮想のカンパニーを作って、そこの事業計画を立案してみましょうっていう、そんな事業なんですよ。なので、仮想カンパニーを4つぐらい受け持ちをしていて、その4つのチームがそれぞれチームでこういうビジネスをやりたいっていうものをこう考えて事業計画に落としていくと、でそれに対してアドバイスをしていくって、そんな授業なんですけど、あのそれやっぱ授業の中でもですね、やっぱ学生さんのやっぱ発想力とか、着眼点とかですね、やっぱもう40過ぎのおじさんとですね、もう20個以上違うわけですから、まあ、そりゃやっぱこう私の方が得られるものが大きくてですね、で学生さんがこう考えててわからない点っていうので、私もやっぱわからないことって正直あって、そうすると私がやっぱ調べるっていうね、あの私も勉強するっていうきっかけにもなってますので、あの非常にありがたい機会をですね今いただいておりまして、これも1月までかな、授業がですねちょっと続きますので、まあ、今、絶賛あの、まあ、頑張ってる最中というような感じですね。学生さんと一緒に頑張ってるっていう、これも一つのチャレンジですよね。これが10月から、始まってまして、11月は、まあ、先ほど の、 そのキャリアコンサルタントの試験もありましたけど、大きかったのはですね、まあ、この FM ギノワンさんで、ラジオ番組持たせていただいてますが、FM ギノワンさんに直接、実際に行かせていただいたと、いうのが非常に大きかったですね、11月は。あの沖縄ってね、やっぱり青森から行くってなると、なかなかこう気軽にはですねなかなか行けない場所になっちゃうんですけど、11月はちょっと沖縄の方に行かせていただいて、FM ギノワンさんのね、スタジオブースも見学させてもらったりとか、ちょっと短い時間だったんですけどね、ちょっとこう飛行機の時間もあって、ゆっくりはなかなかできなかったんですけど、また次ね沖縄に行くことはあればですね、スタジオで収録とかさせてもらえたら嬉しいななんていうふうにも思いましたし、いい経験ですね。やっぱこういうふうにラジオ番組で、まあこのラジオ番組をやらせていただいてるっていうこと自体も一つのチャレンジですよね。まあ講演いただいてありがたいなというふうに思いますし、で、そう FM ギノワさんにね、お伺いしたのもそうなんですけど、沖縄に行ってですね、これも一つの学び直しですね。私動画のこう簡単な編集を教えたりとか、まあ前職で YouTube のチャンネルの制作をやっていたっていう経験もあってですね、
その YouTube 絡みでのもう今お仕事でさせてもらってるんですけど、なのでその動画についてですね、ちゃんと学ぶっていうことが実はあまりなくて、会社員時代はどちらかというと独学が大きかったですし、なんか学びに行くって言ってもなんかこうレッスンを受けたっていうよりも、その今やってる現場でやってる人たちからやり方をこう教わっていくっていう感じだったので、きちんと学ぶことがなかったんですよね。で11月は沖縄でそういう動画のスクールがあってですね、3日間ぐらい、合宿のような形でスクールがあったので、企画の立て方とか、あとは動画の撮り方とかですね、機材の注意点とかですね、あと編集の仕方とか、ネタの出し方もですね、なんかそんなもう本当に網羅してくださって、そういう、スクールをですね受講することができてですね、本当に非常に役に立ってまして、今も、やっぱ特にネタの出し方みたいなことはですね、やっぱこう覚えなかなか教わる機会ないわけですよ。すごい貴重な経験もしましたし、私も毎日ノートでいろいろ発信してるんですけど、そのノートのネタ出しにもですね今役立ってますと、そんなことなのでですね、この1年間ちょっとこうパパパパッと振り返ってきましたけど、また来年はですね、どういう年にするのかっていうのは1月の放送で、どっかで喋れたらなと思ってます。ということでエンディングのお時間になります。毎週日曜日の5時半からはつながるラジオをお届けしております。ぜひですね、こんな、グダグダのおしゃべりをしてますけれども、おしゃべりさせていただいておりますのでですね、なんかながら作業でもいいので、聞いていただけたら嬉しいなというふうに思います。それでは2023年の12月31日、今日最後いい日をですね、ぜひ皆さんお迎え、お過ごしいただいて、新年をお迎えくださいませ。それでは今年1年もありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。では失礼いたします。